の63年分所得税額は、およそ1億3900万円、去年の番付ではおよそ8300万円で4位でしたが、63年は映画テレビ CM と大忙しの活躍で、5600万円増えて1位です。いやさすがの高ですね、円で、去年の番付では1位でしたけれども、3453万円の減少で今年は2位ということですね。あ、今三田さんのインタビューが出るそうです、お聞きください。ですけれども、あの率直なご感想はいかがでしょうか。全く信じられないというか、ただ去年はもう本当にお仕事に恵まれて、まあ、仕事好き人間としてはただただがむしゃらにね、一生懸命1年本当に自分の時間がどうやったら作れるかと思うくらいに仕事一筋に1年間過ごしてきて、それで、まあ、その結果、まあ、こういう形でね、で自分でも本当にねどうしてかしらと戸惑いの気持ちの方がね、まあ、率直な思いなんですけれども、まあ、おっしゃったようにですね、大変ご活躍をなさっている、まあ、一つの証といいましょうかね、そういうふうにも見ることはできると思うんですけれども、まあ、これからの活躍をですねさらにまあ期待しているファンの皆さんも多かろうと思うんですけれども、今後の仕事にかける意欲といいましょうか、あるいは抱負といったところをお聞かせ願いますか。そうですね、こういう形でね、まあ、スポーツの選手がね賞金を勝ち取ってやったぜっていうね形で、まあ、私もやったっていう感じでこう堂々とねみんなが同じ状況でね、まあ、1、2を争って1番を取ったというならいいんですが、まあ、ただ単純に結果がこうだったっていうだけのね、まあ、一番ですから、私としてはこういうことにむしろおじけづいてですね、来年の仕事がなんだか控え気味になったり、そういうことにこう変な影響がね、このはい、さて先ほどもちょっとお伝えしましたが、2位は黒柳徹子さんでした。およそ1億2200万円です。そして3位は松本幸四郎さんで1億2000万円ちょっとですね、去年の番付ではおよそ1700万円でしたから、およそ7倍という大幅アップです。そして4位は中村吉右衛門さん、およそ1億1000万円ですね、去年の番付では上位20人に入ってませんから、こちらも大幅アップでした。5位は藤間奈美さんです。1億569万円、去年は1500万円ちょっとでしたから、およそ 6.8 倍の大幅増しでした。以下6位が志村けんさんの9200万円強と、7位が吉永小百合さんのおよそ8700万円、そして8位は牛大太さんの7100万ちょっとですね、そして9位は加山雄三さんのおよそ6700万円、そして10位はビートたけしさんの6600万円、3位はおよそ9600万円、去年の番付のおよそ 2.2 倍の大幅増し、順位も10位から一気に1位に躍り出ました。まあ、やはり豪邸ですね。ここは有名ですよね。そして2位は森進一さんで、およそ8800万円。去年の番付より2400万円ちょっと増えてますね。順位も5位から2位になりました。こちらも豪邸。そして3位は五木ひろしさんです。5300万円。去年の番付よりは、215万円減ってますが、順位は7位から3位に上がりました。4位は乾杯やトンボが大ヒットした長渕剛さんで、およそ5200万円ですね。昨年の番付では2900万円でしたから、こちらも大幅アップです。5位は、サザンオールスターズの桑田佳祐さん、4400万円です。去年の番付より1200万円減っていますが、5位ということですね。で以下6位は、中森明菜さんの、4400万円ちょっと、7位は谷村新司さんの、3900万円ちょっと、8位はアルフィーの高見沢俊子さんで3800万円ちょっと、それと9位は松田俊さんのおよそ3700万円、10位は浜田省吾さんのおよそ3500万円となっています。上位3位は演歌ですが、5位以下10位まではニューミュージックの人が目立ちますね。はい、作家の
の方ではですね、第一が今年も赤川次郎さんでした。あのノルウェーの森がね、あの大変売れたんでどうかなと思ったんですけども、3位ということですね、村上春樹さん、ね、はい。まあ、中山さん、この数字はあの、はい、納める税金の額ですよね。そうですね、納税額ですからね。納税額、だから収入がまずあって、はい、それから必要経費などを引いて、うん、申告所得というのが出てきて、うんうんうん、それにかかった税金ですからね、はい、ですからもちろん収入ははるかに、うん、はるかにはるかに多いわけですけど、そうですね、一生懸命皆さん頑張ってますね。そうですね、うん、一般の方ではあの上位がほとんど土地処分者、それから株の収入などいうことだそうで、はい、トップはなんと68億5000万円ということで、レバノンの方で、日本の所得番付トップがレバノンの方だったそうです。渋谷の8600平方メートルという土地を処分して、すごいですね。なんだか戦前からここに住んでらっしゃるんだそうですね。大きなお宅ですね。